いやー、気づけば発売から早1週間か。まあそういったところもございまして、公式の吉田 P は台湾であったりとかで、今回は、マレーシアかな、マレーシアであったりとか、まあそういったところでイベントを行ってるみたいで、台湾の時はそんなに人が多くなかったんですけど、ただマレーシアはね、相当人が多いね。吉田 P はどこにいますか、見つけてくださいと、そのようなツイートがされているわけですが、どこにいるかわかんねえな。吉田 P どこにいる。多分さ、ここら辺じゃねえの、舞台の近くじゃないかなと思っているんですが、割とマジ見つかんねえな。どこだろうね。ここじゃねえよな、多分1階だよな。どこでしょうかね。もしね、分かった方はぜひ、コメントで教えてください。まあそんなところで FF16 のイベントを行われているわけですが、なんかこう見てみるとすごいよね。ただこれはあれか、雰囲気的には、商業施設にブースを作って、まあ、そこで FF16 の、まあ、宣伝をしているという感じかと思いますね。だからまあ台湾の時とはちょっと位置づけが違うんでしょうね。まあ、ここは完全に会場を貸し切って、まあ、FF16 に関するプレゼンをやっているという状況だったので、まあ、多分位置づけなどが異なるんでしょうね。だからまあさっきのイベントに関しては、コアユーザー向けのイベントとなっておりまして、でこちらに関してはまだ FF16 知らない方とか興味ある方とかに向けての、プロモーションの一環で FF16 を紹介しているという感じでしょうかね。で多分こちらの方には、私有のコーナーかなも設けられているので、まあ、やっぱりどちらかというとライトユーザー向けのイベントとなっていたのかなと思いました。で今のところは、こちらのマレーシア編については特に、公式情報などは、来てないみたい。まあ、公式情報っていうのは今まで非公開だった情報とか、あとダウンロードコンテンツに触れるような内容はなかったみたいですね、今のところは。一方で台湾の時のイベントに関しては質疑応答っていうところで Q&A とかのコーナーとかも設けられておりまして、まあ、結構重要な情報も出ておりましたので、そこについては以前の動画で語っておりますので、そちらの動画を見てくださいと。まあ、そんな感じでしょうか。ていうかこれめっちゃ気になるの、日本のトレンド、 Twitter 復活、 Twitter サービス終了とかなんかいろいろ出てますが、 FF16 クリアもゲームのトレンドに入ってるね。まあそんな感じでございますが、なんかツイッターが解約されたということでかなり話題となってますね。まあ個人的には別に解約されようが何されようがどうでもいいんですけど、はい。まあそんな感じです。まあどうなんでしょうかね、イベントを。まあ今世界各国を回ってイベントをされているわけですが、次はどこでイベントやるんだろうね。なんか日本ではまだ当面イベントはやらない方向かな、これを見てると。まあそんな感じ。で、ここからですね、ちょっと今回の本題に入っていきましょうか。あくまでこれっていうのは個人的な見解となっておりますので、参考程度に受け取ってください。で、内容なんですが、こちらとなっていますね。今作の謎だった部分というところで、こちらについて話をしていきましょう。で、この謎だった部分っていうのは、まあ、どういうことかというと、1周目やってみて、なんかここって結局何だったんだっけみたいななんかこれ表現難しいですよね。なんかエンディングを迎えた結果、結局なんかクリアになってない部分が、まあ、いくつかあったんじゃないかなと思っていて、もしかするとサブクエとかで明らかとなっている点があるかもしれませんが、ちょっとこれわかんないなっていうところを今回ちょっと話をしていきましょう。でまずはですね、ノースリーチ先の海岸から見える凍った大波。まあ多分これはね、もともとはリヴァイアさんが当初の構成では出る予定だったから、なんかそこの伏線だったのかなと思いつつ、どうなんでしょうか。なんかこれよくわからないんだよね。なんか結局あの凍った大波ってなんか意味
ありげだったけど、なんか特にそこクリアにならずに、なんか気づけばエンディング迎えたみたいなところだったので、まあこれ多分多くの方が疑問に思ったんじゃないかなと思っていて、まあここはどうだったのかっていうところですよね。まあ逆に今作の謎だった部分っていうのはあえて謎にしていて、まあそれこそなんか台湾の時のイベントで、有料ダウンロードコンテンツに触れる内容とか、ダイレクトにここら辺に関わる内容とかも語っていた場面があったかと思いますので、もしかすると、ダウンロードコンテンツが出るとすると、なんかここら辺がですね、まあ、かなり有力じゃないかな。まあ、ここの伏線が回収されるみたいな感じでしょうか。で、次、ゼメキスの大穴がどこに続いているのかっていうところで、これも結局、多分分かってないんですよね。まあ、サブ系でもしかするとこれ判明してたのかもしれないけど、ただ、自分が確認取った感じだと、まあ、多分判明してなくて、これ結局謎ですよね。なんか結局これって何だったんだっけみたいな感じで今止まっているのかなと思ってます。で、あとは伝説のリヴァイアさんというところで、これ公式が直々に触れていた内容ではありますが、今後有料ダウンロードコンテンツもし出るとなると、そこで登場する可能性があるのかなとは思っています。で、あと薄くなったメティアの正体っていうところで、まあ、これもよく分かってないよね。結局これって何だったんだ割とマジで。で、あとはですね、漆黒の森の脇道にある入れそうな遺跡、これね、多分みんな最初見た時、あ、ここ入れるんだ、あれ入れねえの、え、なんでなんでになった方多いと思うんですよ。あとは、こういった感じで、侵入禁止エリアっていうものが、各フィールドの中途半端なところに設けられていて、まあ、一部サブ系を行うことによって、入れるところもあるんだけど、ただ、最終的に入れないところがいくつもあるんですよ。で、そういったところが、ダウンロードコンテンツに絡んでくる可能性があるんじゃないかということもですね、一般的に今言われてますね。まあ、そもそもこのゲームなんか中途半端なところに侵入禁止エリアがあるんですよね。なんだろうな、なんでそんなフィールドのど真ん中とかにそんな作るのみたいな、そんだけ外見作ってて入れないのみたいなところとかも結構あったりとかで、なんか率直に謎だった部分が結構ありますよね。だから今後ダウンロードコンテンツでそこに入れるようになって、まあ、そこで、まあ隠しボスみたいな感じで、まあ、登場する可能性もあるのかなと思いました。どうなんでしょうね。まあ逆にダウンロードコンテンツがもし出るとすると、なんかその追加のエピソードとか追加ストーリーってぶっちゃけ極端な話難しいかなと思っているんで、なんかそういったなんかモンスターを増していくみたいなイメージの方が合ってるかもしれませんね。はい。で、あとまあ幻の島というところで、これも結局どうだったんだろうね。この幻の島とか結局どうだったんだ、なんかここら辺も解明されてないしね。うん、なんか FF16 はね、やればやるほど結構謎が出てきて、結局なんかこの設定ってどうだったとか、あれこれって結局回収されてなくねとか、なんか結構あるんですよ。なんかストーリーがしっかりと、まあしている一方で、なんかそのストーリーに直接絡んでこない内容、まあリヴァイアさんとか直接絡んでくるんだけどさ、他は別に特に絡んでこないので、なんか絡んでこないところが結局なんかそこで話が途切れ途切れで終わってしまってるみたいなところがあるので、なんかそういったところ、しっかりとなんかクリアにしていただけると、ダウンロードコンテンツでありがたいかなと思ってます。まあ、結局どうなんでしょうね。多分この FF16 っていうのは対策となっていて、かつその映画みたいな感じでムービーが相当多いと思うんですよ。だからまあそこまで気が回っていないというか、結構その一人の方がやってるわけじゃないからさ、たくさんの方で分担作業しているわけなんで、なんかそういった場面もね、出てきてしまっているのかなと思いました。まあ、ここはなんか仕方ないところではあるのかな。はい、まあそんなところで今日の動画一旦終わりましょうか。まあふと疑問に思った点がね、いくつかあったので、かつここら辺はおそらく、ダウンロードコンテンツ公式がちょっと触れておりましたが、まあそこにダイレクトに関わってくる可能性が高そうではあると思うから、ぜひねちょっと覚えておいてくださいってことで、お疲れ様でした。最後にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いしますね。ではまた。